わあ、ここ綺麗な街だな、かなり可愛い街。ピンポーン、こんにちは。あ、おー、Cチャンネルさん、どうもどうも。こんにちは、たまちゃん、久しぶりです。どうもどうも、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はちょっとここね、たまちゃんのワールドじゃん、ここ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいました、こんにちは。たまちゃんのワールドなんだけど、ここちょっと、荒らしてもいいよね、別に。え？いやいや、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、うんうん、神風くんが実は、村荒らす日っていうのがあるんよ。なんか、ここって、やり返しに日に、やり返しに来るよ、あいつ。とんでもないスケジュール組んでるんですね。あ、やば、いや、今日じゃないかもしれないんで、ちょっと一応確認だけ。まあ、いいですよ。まあ。一応、いらないワールドってことで聞いたんですけど。そうですね。サブのあ、サブの。あ、よかったよかった。はい。僕もちょっと勝手に付けさせて、これ、もらいましたんで、この橋とかすごい不自然ですが、これ僕ちょびっと付け出しました。いい感じですね。あ、いい感じ。いい感じ、よかった。まあ、ちょっと今許可取ったんで、この村を盾にして神風くんがタマちゃんのワールドを荒らしたっていう設定で行きたいんですけども、うんうん、そうすると神風くんは驚くんですよ、タマちゃんのワールドを荒らしたってことで。あ、私のワールドって知らないで来るんですね。あ、そうですよ、知らないですよ。僕のワールドってことなんで、神風くんはやめてくれます、これで。あー、なるほど、うん、そう、やめてもらいましょう。ということで、今日はたまちゃんコラボです。よろしくお願いします。お願いします。ほなちょっとたまちゃん家に隠れとってください、ずーっと。オッケーです。ごめんなさい、コラボなのに隠れててください。神風くん来るんで、もうちょっとね。引きこもりは得意なので。僕も大丈夫です、引きこもり大丈夫。行った。オラってなんだよ。あ、Cチャンネル、おい、死んでおったところだよ。ここが新しい村か、Cチャンネル。そうだよ、新しい村だよ、ここ。まあ、俺の村だよ、ここ。Cチャンネルの村だな。そうだよ。え、カメラゼちゃんと作ってんじゃん。ちゃんと作ってんじゃんって。ね、カメラゼ君、荒らしに来たんでしょ。荒らしに来てない、別に荒らしに来てない。荒らしなんてしないよ、荒らししない。ああ、そっかそっかそっか。しないよ、あれ。ああ、うん、何これ、やめろ、お前。自然発火。お前、嵐に来たのは分かってんだぞ。なんだと、俺は一回も嵐しないぞ。いや、でも、しーちゃんで、お前は俺様のワールドを嵐しただろ。嵐してねえよ。嵐してないぞ。だから俺は特別に寛大な心で自然発火だけにとどめてやってるんだから。あ、よかったよかった。でも、あ、ちょ、危ない。出てきたんだけど、まあいいよ、沈んでる今日。あ、でも、なんか今日あらさらさ、ん？な、今の。待て、あー、やめろねえ。自然にタマちゃんのワールドを荒らしてるけど、これは言いません。いや、タマちゃんの、どう思うかな、これ。タマちゃん、神風、俺のワールド、お前荒らして楽しいか、そんなに。いや、やってねえってだから。え、にしよう。結構ワールドのしっかり作り込んでるな、このワールド。まあ、バレそうだけど、まあいいですよ。タマちゃん、タマちゃん、感じ？え、たまちゃん聞こえた爆発音。うん、だからもうここの窓から実はずっと見てたよ。ついに荒らし始めたので。あー、始まったんだ。ごめんね、たまちゃん、ごめん、本当に。後ろ、髪型が、ごめん、本当にごめん。いや、いいよ、ここのワールドはまあ、捨てワールドみたいなもんだからね。あ、よかった。ちょっとたまちゃんも一応神風くんと挨拶してもらいたいから、うん、一応たまちゃんもいますよっていうのも。あ、オッケー。嵐には触れない方がいいのかな。嵐にはそうだね、一応 C チャンネルのワールドっていうのを言ってほしいかな、うん、まだこれは私のワールドって言わないってことですね。そう、オッケー。よし、神風くんに挨拶です。やったー、久しぶりに会える。久しぶり、あ、そうだね、久しぶりだね。神風くん、どこ行ったの。
あれ？どこだどこだ？消えちゃった。あれ？嵐満足して帰ったかあいつ。早い。撤退した？え、撤退したのかな。え、早っ。でも早い。なんかケー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 とか言ったったから。遊びに来たのにな。あ、神ヶ崎いる。たまちゃんあそこに。あ、本当だ。あ、どうしよう。あ、じゃあたまちゃんがちょっと神ヶ崎くんと挨拶しに行って、俺ここで見守ってるね。オッケー、ちょっとじゃあ驚かしちゃおう。あ、驚かしちゃって。私がいるなんて思わないだろうな。あ、そうだね。よしよしよし、それ行こう。わあ！やっほー。うん、そう、私今ねこのシティチャンネルさんのワールドに遊びに来てたんだ。でしょでしょ。でもね、なんで来たかというとね、前にね、Cチャンネルさんにダイヤモンドとかね、強い装備奪われちゃったからね、取り返しに来たんだよね。え？え？どういうこと？あいつはなかなかやるな。やるな。俺の Cチャンネル素晴らしいことをやったら、まあ、素晴らしい？あわちゃん、聞いてくれ。俺様のあの Cチャンネルからダイヤモンドとか資材とかもいろんなの。ね。盗まれた。ああ、それは悪いね。盗んでねえよ。だから。しかも荒らされて、俺のこと閉じ込めたりしたり、ご飯も、腐ったポテト食わしてきたりしたら、もう、もうやつだぜ、ほんとに。かわいそうに。まあ、といった感じで。さあ、ここ Cチャンネルのワールドなんだけど、復讐しようと思って。お、復讐。争うと思ってんだよね。争う？ここ？そう。たまちゃん、逃げた方がいい。俺がCチャンネルに、うん。もう、倍返しレベルの争いするから、うん。ちょっと、争ったたまちゃんにダイヤモンド返してあげるぜ。ああ、ほんとに？ちょっと。ああ、もちろんもちろん。私、ここにいたら危険かな。うん、危険だ。でもこの辺なんもないけど、どっか地下に潜ってた方がいいかもしんない。地下ね、オッケー。じゃあちょっと行ってくるわ。ああ、Cチャンネル覚悟しておけ。ダイヤモンド取り返しやるぜ。やばい、これ大変なことになったな。なんかタマちゃんめっちゃなんかノリノリやったし。え、どうしよう。まあいいや、とりあえず神ヶ崎くんなんかめっちゃ荒らすらしいから見守っていくか。ほんで最後にタマちゃんのワールドでしたーって言いよーっと。やばい、爆発始まった。タマちゃん大丈夫かな。破壊してる。おい、神風、お前破壊しまくってんだ。お前は合格人だ。合格。おう、え？たま、ごめんごめんごめん。たまちゃんの資材盗んでないよ。あ？俺様はこのワールドを荒らしてたまちゃんに資材を返してもらうぜ。いいやつだお前。でも俺そんなことやってない。あ、なんでなんで、なんでなんで、壁風がなんか何してどうすんだよそれ。ねえ。Cチャンネルのワールドを荒らして。ああ。どうすんだよ。ボコボコじゃん、ここ。トロッコのやつで。ね、やめてよ。全部お前が悪い。いいじゃん。本当にやってないって。な、いや、怖い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 。うるさいな、お前。ちょっと待って、神風。ちょっと待ってくれ、お願い。聞いてくれ。俺に聞く耳を持ってくれ。ちょっと一個だけ言いたいのがある。俺も鬼じゃないから、どんだけでも聞いてるぜ。俺。たまちゃんからダイヤモンド盗んでないし、神風を閉じ込めてないし、ここたまちゃんのワールド、ここたまちゃんが作った分。あーごめん、お前はどれだけ嘘で嘘全部本当全部やめてよ、全部本当だからねえ。たまちゃんも生きてたぞ。見てた、たまちゃんも。ああ、そう。よし、
よし。あ、よしならいいかも。ねえ。アメリカ勢、これやめて、もう。ほら。うわ、うわ。なにこれ、なにこれ、すごいことやってる。大爆発じゃん。たまちゃん。これどうしたの、これ。おお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 、やばい、待って。たまちゃん、来ちゃった。やばい。荒らしてるか。タマちゃん、え？逃げてってなんで？心配してくれてる。なんで心配してんの？これタマちゃんのワールドなのに。ねえ。え、ね、か、神風。タマちゃん。目の前で荒らしてるよ。てか。もうじゃない。やってるね。気合いバッチリだよ。気合いバッチリ、ほら。もう一生懸命荒らして。ほら。一生懸命。一生懸命荒らすなよ、タマちゃんのワールド。なんであとタマちゃんにだけ優しいんだよ。俺にも優しくして。よし、いい感じ。俺、お前だ。俺のこといつも。あー、もうやばい、やばい、いろいろやばい。危ない、タマちゃん、タマちゃん危ないよ。危ない、危ない、危ない、やめて。死ぬ、死ぬ、死ぬ。あー、生きてる。やめて。やめて。神風、俺を閉じ込めて楽しいか、お前。楽しい。楽しい。タマちゃんもなんか言ってあげてよ。いやいや、閉じ込められて当然だよね。そうだぜ。こいつはタマちゃんとダイヤモンドを盗んだ高級キュリンだからな。こうなって当然だ。ほら。そうだそうだ。ノリノリだな、タマちゃん。ねえ、神風これ。いやもう本当に。タマちゃんのワールドなんだって、これ嘘じゃないんだもん。ん？嘘つけーな、タマちゃん。言ってたろ、しーちゃんね。タマちゃんも違う違う違う。あれ？ほらほらほら。そんなね、俺がね、しーちゃんね、以外のワールドアースなんてことは、しない。あー、断言した。しないよね。絶対荒らさないの、神風。え、絶対人のワールド荒らさないよ。俺は、仕返しだけだな、Cチャンネルとか。あとその大変ですわ、俺のワールドを荒らすって言ったら、お前がいつも荒らすからだろ、最初に。いたな、ダビリぞ。いた。あー、もうダメだ、俺もう絶望だ。タマちゃんもなんかノリノリだし。まあでも絶望しねえや。だってここタマちゃんのワールドだもん。だからさっきも言ってるけど、ね、嫌だよ。ここは C チャンネルのワールドだってタマちゃんも言ってたじゃん。いや、私のワールドだよ。そう、私のここ大切な、実はそう、大切C チャンネルのワールドじゃなくて、実はタマちゃんのワールドだから、タマちゃんがいた。えって方、ほら見て、これニコニコしてるけど、これどういうことこれ。普通になんだこれ、なにこれ、なんだこの機械って。あー、え、これ、え、ちょっと待って、ちょ、え、待って待って、これ何これ。お、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 タマちゃんのえ、このマグマなんだろう。え、マグマこれ置いたのは全部神風だし、え、タマちゃんのワールドだよね。うん、私のワールドボコボコしてる。ボコボコしてる、タマちゃんのワールドかわいそう。声裏返りすぎだろ。頑張って作ったのに、タマちゃん。頑張って、頑張った方がいいよ。ほんでもう荒らすのやめよう。わかった。あれ、あ、喋んない。あれあれあれ、あ、おけちチェックした。ああ、え、あ、謝ってる。ああ反省してる。あ、反省してる。ああ反省してる。とりあえず俺にも、俺にも反省して、お願い。あ、もうタマちゃんにしか謝んない。あ、でも、あ、俺には謝んないんだ。ああ謝ってる、謝ってる。めっちゃ反省してる。あ、皆さんごめんね。ドッキリ大成功。大成功、ごめんね。ごめんなさい、ごめんなさい。タマちゃんと協力して、やめさせるようにしたんだ、この嵐。
すごい格好。やばい格好になってるけど。ごめんなさい、もうあの嘘使わないでよ、俺がさ、荒らしたとか。ね、やめてね。ということで、本日は神和瀬くん、ちょっとドッキリしましたが。まあ、これで、反省してくれたでしょう。もう、いいよ、いいよ。優しい。いや、しーちゃんでさえやるんだ、嵐は。あ、俺の嵐だ